はい、ただいま東京メトロ神谷町駅にいます。これから東京タワーに行きます。神谷町駅から数分歩くと、はい、見えてきましたね、東京タワーです。目的は23区で一番高い位置にある神社に行くことです。そこで御朱印を手に入れます。お守りも買おうかと思ってます。全体が見えてきました。午前の日差しが冴えますね。はい、東京タワーの真下まで来ました。なんだか模型みたいですね。この角度が一番かっこいいです。それではチケット売り場に向かいたいと思います。チケットはメインデッキまで1200円となります。エレベーターへ向かう通路の途中にはこうしたオブジェがいっぱい並んでます。コインロッカーも東京タワーの絵が描いてあります。はい、ただいまエレベーターを登っています。外が見えるのがいいですね。まもなく到着かな。あっという間に到着してしまいました。外の景色はいいですね。天気も良くてグッドです。本日は観光客も多いですね。はい、混まないうちにお参りをしたいと思います。120円入れようかな。二礼して、はい、これで御利益があるかな。隣には由来が書いてあります。その隣には絵馬がたくさん並んでます。お守りはいろんな種類がありますね。御朱印はこちらのショップで買うことができます。お守りはこんな感じに売っています。こちらが御朱印です。右が通常版、左が冬季限定版となります。こちらはお守りです。開運お守りと金運お守りを買いました。さらに K
健康お守りと縁結びお守りも買いました。これだけ買えば大丈夫かな。絵馬は東京タワーのデザインのものを買いました。早速書いてみます。コセノン TV と書いておきました。サインも書いておきました。これを飾っていきたいと思います。さて、飾りました。どこに飾ったでしょう。ここです。左下の隅っこに控えめに飾りました。しばらく飾ってあるので行った方は見てください。それでは外の景色を見ていきたいと思います。いい景色ですね。こちらが東京湾側となります。アップしていきましょう。橋が見えますね。これは何でしょう。ベイブリッジでしょうかね。レインボーブリッジでしょうか。わかりません。はい、増上寺が見えてきました。こちらもクローズアップしてみたいと思います。上から見るとこんな感じになっています。富士山は今回見えませんでしたが、遠くの山々がよく見えます。こちらはスカイツリーです。やっぱり高いですね。下が見えます。こういうところは歩きたくなります。そろそろ帰ろうかと思います。昼間はコントラストが高くて綺麗ですね。記念撮影です。帰りは赤羽橋駅から帰ります。駅前からの風景はこんな感じです。とてもいい雰囲気を出していますね。それではこの辺でバイバイ。